今日は、葉山にあるね、朝日屋牛肉店っていうところにね、行ってきて、いつもね、朝日屋牛肉店は、テレビとかにもよく出る、有名なお肉屋さんかね、お肉屋さんなんだけど、このコロッケをね、買ってきたんですよ。これご存知ですか？皮パンってあるんですよ。これに挟んで食べるっていうのが、定番の食べ方で、今ね、こうやってすぐ挟んで食べてもいいんだけど、一応これは、オーブンで温める、パンも温めて、でちょっとキャベツをね、千切りにして刻んで、一緒に食べてみようかと、そういう感じでございます。温めてね、両方コロッケもね、パンも温めて、さらにこのキャベツの千切りとよく合いますね、これね。いや、美味しいですね。あったかいだろうね。じゃあ、今度こっち、葉山コロッケ。なんかね、コロッケも2種類あって、葉山コロッケと、もう一つ普通のコロッケ、2種類あるんですよ。よし、ここにソースをたっぷりかけて、よし、こんな感じです。ございますよ。